もっと素敵にマイライフ。3週目は人生を豊かに彩る花のお話です。杉原理恵子さんの神話と伝説に見る花のシンボル辞典から、文筆家杉原理恵子さんに季節のお花を一つご紹介いただいています。杉原さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今月はどんなお花ですか？はい、今日はクチナシの花についてお話ししたいと思います。あ、素敵ですね。6枚の花びらを持った真っ白い花ですよね。私は白い花の中でもクチナシの白色が特に好きなんです。クチナシの花びらは厚みがあってあまり透き通っていないので白色が濃いんですよね、うん、咲き始めは滑らかな白色でだんだんと黄みがかった白色に変わっていきます。その白の移り変わりも本当に綺麗なんですよ。香りはきっと皆さん嗅いだことがあると思います。香水のような甘い香り、うん、今の季節は遠くからでも花の香りが漂ってきて、はい、うっとりしてしまいます。そしてこの美しい白い花のシンボルは不言実行、多言無用、花の名前の通り口がなしを意味しています。なるほど。口なしは昔から日本人が大切にしてきた花ですが、シンボルにまつわるエピソードが鎌倉時代にすでに書かれているんです。新古今和歌集の古弁という物語です。ある女性が通りを歩いていた時、とてもいい香りのする白い花を見つけました。一緒にいた女性に何の花かしらと問いかけたのですが、何も答えなかったので、口なし、口がないという名前なのねと受け止めたと書かれています。ちょっと唐突なんですが、将棋盤の足は口なしの実の形をしているとご存知ですか？ああ、そうですか。そうなんです。これも実は口がなしという意味を象徴しているんです、うん、対局の時は多言無用、第三者は口を出してはダメという約束事を表していると言われています。は、知りませんでした。そうですか、うん、じゃあ今度テレビで対局をご覧になるときはぜひ将棋盤の足に注目してみてください。そうですね。口なし、この花を見ると私は言霊という言葉を思い出します。口にする言葉には魂が宿ると言いますが、無言だからこそその人の強い意志が伝わることもありますし、うん、何も語らない時こそ相手と心が通じ合う、そんなことを口なしの花が教えてくれているように思います。ちょうど今頃満開になる口なしの花をお部屋に飾ってみてはいかがですか？部屋中が甘い香りでいっぱいになると思います、うん、来月も毎日の生活を豊かにしてくれる花を紹介したいと思います。今日もいろんなことを教えていただきました。将棋盤の足も見たいと思いますし何より口なしの白が杉原さんお好きだとおっしゃった、まあ、それもすごくわかります。本当に素敵な白ですね。ね、綺麗な白ですよ ね、うん、ね、来月も楽しみにしています。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。文筆家杉原理恵子さんに季節のお花を一つご紹介いただきました。杉原理恵子さんの神話と伝説に見る花のシンボル辞典、とっても素敵な本です。ぜひお手に取ってみてください。もっと素敵にマイライフでした。